前田とさ守屋資料館は、石川県金沢市片町にある、金沢市立の博物館である。前田とし家の次男、前田とし政を仮想とする、前田とさ守家に伝来する9000点に及ぶ、歴史資料を所蔵、展示を行っている。2002年4月27日に開館。年に4回の特別展のほかに、毎年2月頃に近接する金沢市町長、研修館で、 前田とさ守もるや資料館連続講座を主催する。前田とさ守る家は、加賀藩祖、前田敏家とその夫人、松の次男である、前田敏政を家祖とする加賀藩切手の名家であり、輝かの一つとして、代々、藩の重責を担ってきた家である。加賀祖と政は、七尾城にあって、能登国二十二万国を領有していたが、関ヶ原の戦いで、 徳川家康の出陣要請に応じなかったことから、領地を没収された。その後京都に陰性し、本阿弥光悦など多くの文化人や豪商と交流していた。二代直行は、幼少時に、祖母吉春院に引き取られて養育された。吉春院の尽力があって、三代藩主、前田利常に召し抱えられた。これ以後半世紀を通じて1万余り石の六高を、持って、代々、 夜化の一つとして、藩の養殖を歴任し、十代、直信の時に、明治維新を迎えた。半世紀の当主十人のうち四人が、十五位下、と佐守に助諭されていることから、一般に、前田とさ守もるやと称されている。石川県指定文化財古文書を中心に、江戸時代初期から明治にかけての資料9000点からなり、吉原院寺筆消息、織田信長国印上、 豊臣秀吉消則をはじめとする貴重な資料が多数見られ、加賀藩や加賀藩上級武士の歴史や文化について学び知ることができる。江戸時代には、加賀藩の加賀騒動、仙台藩の伊達騒動、福岡藩の黒田騒動、佐賀藩の鍋島騒動、薩摩藩のお浦騒動など様々なお家騒動が起こっている。加賀騒動は異例の出世で藩主側近にまで上り詰めた。 大月朝元ら反省改革派と藩の門松重臣五代、前田直美ら保守派の対立構想であったと言われている。直美は、とにかく貴重面で、筆豆長く者、文化人でもあり、加賀騒動の大月関係の資料を集めて、記録として残している。一面、和歌を、冷静た目村に学び、能や他の湯をたしなみ、和歌短冊なども数多く残されている。 前田とさ守るや資料を読む会を催し、古文書に触れたことがない初心者を対象に、館が所蔵する資料をテキストにして、古文書解読の講座を行っている。この受講者たちによって、資料の本国が行われる、金沢市文化施設共通観覧券が使用できる。向かいにある、同じく、金沢市の文化施設、市に赤年館との共通観覧券も販売している。 前田とさ守るや資料館条例指定管理者制度導入施設一覧金沢市文化施設共通観覧件ありがとうございます。